せーこれ取のっテとくテわ、とりあえチュず。ーベローズそでーす。始めよういう感じで。う。チューベローズです。チューベローズの何やです、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 って言って始めよそんな芸人みたいなことするの？う。適当がいいって多分。なんか、本当に初見の人のことを、ああ、まあね。そう、加味して自己紹介した方がいいと思う。なるほどね。まあ、ちなみに台本とか書いてないから。もう本当フリーってことなんだ。そうそうそうフそう。リートーク。そうね。まあ、一いい応、と思う。回しはするけど。うん。じゃあ、始めますか。はい。じゃあ、第1回、チューベロー座談会、オンライン。始めます。始めます。乾杯。あ、そうだね。乾杯しなきゃ、とりあえずね。とりあえずおは酒い。は調達したからね。え、それぞれ何飲んでるんですか、サラシさんは。俺は今日はサントリーの角ハイ500です。お、え、9%ごめん、ひよった。7。7%。ああ、俺今、その同じやつ9%飲んでるわ。ああ、いいね。七三明日は。の仕事が。面白いっすか？うん。私、ひよったどころではなくて、はコい。カ・コーラを。あ、ノンアルで挑むということでね。そうですね。はい。ワルさんは。俺はセブンイレブンのグレープフルーツサワー飲んでます。ああ。え、100円の安いやつ。あ、そう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 。ああ。あれ、悪酔いするよそうね、美味しいからね。ね。うん。気をつけますよ。見ててください。まあ、というわけで、じゃあ乾杯。乾えー、杯。まあ僕はもうすでに飲んでますけど、私も飲んでますよ。ノンアル飲んをでるね。と。私も飲んでます。コーラすごい。じゃあ何ですか、まずは自己紹介を。自己紹介で。じゃあどうしようかな。右上からいくか。誰が右上なの？右。小川の右上が多分あ、違うかも。みんな違う映り方。僕からの右右上は、ワロシですね。が。あ、じゃあ。はい。はい、ワロシです。ギターです。お世話になってます。えー。イェイ。あ、結構質素な感じでいくのね。もっと、わかどうんしない。ます？テンポよくいきます。どう？わかんない。ちょっと。はい、じゃ順番決めて、テンポよくいあ、じゃあ、く。シシさん、どうぞ。なんかあるんですか、そういう、二つ名みたいな。二つ名ですか？二つ名、ないんですけど、はい、まあ、じゃあ、よく、はい。はい。よく飲みます。よく飲みます。ちょっとちゃんと自己紹介してください。いや、七です。ベースの七です。よろしくお願いいたします。イエイイエエーイ、イエーイ。ーイ。じゃあ、左下の、サラシさん。はい、好きなものは、緑茶ハイ濃いめの2倍、ドラムのサラシです。よろしくお願いします。ああ、もっとちゃんとあるね。そういうのをやりたかった。そういうのをちゃんと用意したかったんですよ。ちょっとっさに思いついた時はそれだった。なるほどね。ちょっと第2回をやりたいですね、これは。はい、進行します、ボーカル側です。イイェーイ。エーイ。イェーイ。まあ、というわけでね、まあ、何も考えてなかったけども、今回テーマとしては、好きな歌詞を、考えてきてくださいってみんなに伝えましたけども、はい、ちゃんと悩んだよ。悩んだ？考えてきた、ちゃん悩んと、だね。みんな。考えてきた。ああ、そう。これ、そんなサクサク進んでいいのかな？いいんじゃない？ま、一人ずつ発表して。そんなトントントンっていく？はい、テーマをやって、その後雑談とかにすれば。あ、そうする？ まあでも、その歌詞聞いて、まあ、そうだね。どういうのがいいのみたいなことを聞けばいいんじゃない？ああ、難しいえ、じね。ゃあ、発表したい人からいくか。うわいますか？我こそは。ー。ちょっと待っ何てこね。そ。わらしちゃさんん、と今歌日静詞。かだな。
いや、ちょっと、デジタルタトゥー怖くて。デジタルタトゥー？何デジタルタトゥーって散々あなた残してるでしょ、インスタライブで。そんなこと言ったらもう、怖いからもう本当に。ちょっと。大丈夫、大丈夫、俺会社の人にさ、ツイッターバレてさ、うん、きつっ。さらしなくイマジナリー彼女って何なのって言われてるもん。いや、嫌だね。厳しい。もう厳しい。人生ハードモードに切ったり。そう。なるほどね。イマジナリー。まあまあ。やっぱプライベートと分けるべきかな。ね。なるほどね。俺全く分けてないけどね。分けてない。うん。分けるとめんどくさい。まあそうじゃないんだよね。今回のテーマは好きな歌詞についてだから。うん。だいぶ出た。すぐ横にそれるから。しましたね、じゃあ C さんからいきますか。私ですか。はい。私なんか多分、うん、まずあどうぞ。はい。あ、ごめん、これジャンルは何でもいいよね。あ、もちろん。うん、オッケーオッケー。で、まずなんかそのアーティストというか、まあ何の曲なのかから言ってもらって。あ、わかりました。はい。多分みんながめっちゃあるんだけど、みんなが知らなそうなやつにしようと思って、うん、あ、なるほどね、うん、選んできた曲ですね。うん、夕闇にいざないし漆黒のエンジェルの、うんうん、はいはい、スーパーウルトすいません、間違った。スーパーアルティメットハッピーハッピーソングっていう曲なんですけど。ああ、すでに偏差値は低そうなタイトルだけど。まあ、多分絶対聞いたことなさそう。うん、だって聞かないジャンルそうだね。まあ、夕闇って名前はね、たびたび聞くけどね。そうそう、うん、そうね、うん。まあまあ、知ってはいるけど、うん、曲はあんまり聞いたことなさそうだな。そうだね。で、私、すごいファンで、うん、もうずっと聞いてて、で、このね、うん、この、作ってる人が、曲を作ってるのはベースのともやんっていう人で、うん、そのベースのともやんが曲を作ってきて、ボーカルの小柳が歌詞を書いてつけるんだけど、うん、あまりにも歌詞がやっぱり変すぎるから、あ、変なんだ、歌詞をつける、うん、そう、変、歌詞つける作業のことを台無しって呼ばれてて、ほう、そう、台無しって呼ばれてるんですよ、っていうぐらい、まあ、変な歌詞をよく書くんだけど、うん、まあ、このスーパーアルティメットハッピーハッピーソングが最近の2021年の6月9日に発売されて最近のやつなんだけど、うん、まあ、彼の曲本当に変で、まあ、うん、猫サンキューとか猫に感謝を述べるっていう曲とか、あとピザの曲とか、うん、本当になんか寿司回転寿司の説明をするだけの曲とか、そういうのは膝の曲ううだって膝って関係ピザピザ膝の曲すごい気になるけどね。膝すげえな。ピザの曲なんか膝出てくる。おう、あ、そうだ、ね、あ、出てくるんだ。膝とピザはかかってんだね、ちゃんと。一応ちゃんとそういうね、言葉遊びで、うん、面白いバンドではあるんだけど、このスーパーアルティメットハッピーハッピーソングが急にすごい深いなって、はい、結構ぐっさり刺さったフレーズが今んとこ深さはちょっと感じられないんだけど。あったんだね、でもね、あった、そう、そう、私も初見、まあ、めっちゃ曲名アホやみたいな、うん、めっちゃ最もハッピーなソングみたいな名前なんだけど、はい、で、これの A メロの一節が、うん、幸せってなんだっけ、義務教育の中で習ったっけ、今生きてるこの時間は幸せに当てはまるんだっけって、ここで、はい、ハッピーハッピーって言うんだけど、それとかまあみんなで歌うところでハッピー、うん、飯食べる時とかハッピー寝てる時とかハッピー最高の出会いとか思い出したらキリがないだろう、うん、いつから難しく生きてたんだ、頭空っぽにして歌うソング、頭空っぽにして聴くソングって言って、うん、スーパーアルティメットハッピーハッピーソングって歌詞があの旅に入るんだけど、うん、なんかその今までこう、まあ、お笑いで生きてきたと思うんですよ、小柳というか、その夕闇、うんうん、お笑いと、まあ、なんかコミックバンドとしてずっと生きてきたと思うんだけど、うん、ここで改めてなんかその幸せとかその自分が歌う曲ってなんだみたいなのを改めて入ったのがすごい印象的だったし、はい、なんかその義務教育の中で習ったっけっていう歌詞が
なんかこうぐったり刺さっちゃったんですよね。幸せってそういえば何だったんだろうなみたいな、うん、ああ改めて、まあ学校じゃね教えてくれないしね。そう学校じゃ教えてくれないし、うん、そう確かにこの今生きてる時間って幸せって呼べているのかなみたいな、うん、こう改めてコミックバンドに気づかされるっていう結構なんか衝撃を受けた歌詞だったなと。確かにタイトルからはちょっと連想できない深さはあるね。うん、そう、かなり深い。タイトルちょっともう一回言ってもらっていい？スーパーアルティメットハッピーハッピーシング。いや、そう、ありえないね、その。確かに、ちょっと連想はできないな、タイトルから。連想はできない、そう。確かに頭空っぽにして、うん、書いたんだろうなって、改めて頭空っぽにして歌おうぜっていう。改めて気づくね。改めてそうというこの一節がすごい好きで聞いてますね。じゃあみんなへのおすすめ度としては何パーセントぐらいですか？おすすめ度それは100%で。100%でマックス。マックスで。100%マックス。マックスで。マックス100%ですとまあ2%。2%。2%です、ね、ぐさっときたのに 2% ですか？まあ、はい、まあなんか辛くなった時に聞いてほしいですね。ああなるほどね。まあ辛くなってほしくないからね。そう、うん、2% ぐらいは辛い時はあると。そう、あんまり毎日聴く曲ではない。ああなるほどね。ふとした瞬間にね。そう、なんだいいのかな自分これでって思った時に聴いてほしい曲ですね、うん。なかなか深いんだか深くないんだかわかんないけど、まあなんか夢見の歴史を知ってたら深い。なるほどね。あ、まあ、まあ、なんかじゃあぜひとも皆さんしんどい時はスーパーアルティメットハッピーハッピーなんだっけ、ソング、ソング当てる当てる、聞いてみてください。俺も聞いてみれば今度。お願いします。そういう時しかないから、これでいいのかなっていう人生をずっと歩んでるから聞いてみるわ聞いてみてほしい、その人は。というわけで、エシさんは、夕闇の、はい、スーパーアルティメットハッピーハッピーソングですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。まあこんな感じで聞いていきますけど。なるほどね。はい、なるほど。大丈夫ですか2人は？オッケー。受け狙いに行ってる？大丈夫？受け狙いに行ってね。行ってない。あ、本当？ちゃんと悩んでどの歌詞がいいかなって思いながら。ああ。じゃあ次さらしで。うん。私がおすすめする、おすすめする？うん、違う。好きな歌詞。好きな歌詞。好きな歌詞。うん、まあいいなと思った歌詞で結構悩んだんですよ。バンド系にするか、うんうん、まあ、それともあの、まあ、ヒップホップラップ界隈とかにするか、うんうん、で結局悩んで私がおすすめするのはナメダルマっていうアーティスト。あーら、うん、またまたの100ミリオンズって曲です。ほう、聞いたことない。そうで、あのまあ彼らってもともと埼玉県の熊谷を拠点にしてるヒップホップ、うん、アーティストなんですよ、うん、で、まあ結構やんちゃなガキだったんよ、うん、なんか普通に中1から中1の頃から、うん、あのカツアゲ上等みたいな地方のヤンキーあるあるね、そう、もう中2から悪い先輩から車買って、はい、免許なに運転してみたいな世に島と変わる。そうそうそう。でもがっつりあの中学、うん、中学校から入れ墨入れてるぜみたいな、うん、まあ、そんな雰囲気はあるよね、まあ、そうそうそう、うん、まあまあまあアウトローな言い方をしてきた、うんうん、で彼らは昔あの金庫泥棒してたよ金庫泥棒。そう、お、え、すごいすごい。海外の強盗でしか聞いたことないワードなんだけど日本にもあるんだね、金庫泥棒とね。ちゃんと金庫泥棒をしてて、で、あの金庫を奪うところまで成功したんだけど、うん、あの途中で帰るときに警察がやってきたんよ。はい。で、
あ、やばい、なんかバレるから、そう、うん、あの金庫泥棒もバレるし、うん、その時当然無免許運転だったから、やばい捕まるみたいな感じで、やばいやばい、二重に捕まるみたいな感じで、でスピードを出しすぎて、うん、で事故にあって、うん、そのうち4人のうち1人が亡くなっちゃったよ。あ、事故ったんだね。そう、うん、そう、事故死っていう、かなり壮絶なアウトローな、もうすごい人生を歩んできて、うん、で、なんかそので、それを反省した歌詞っていうのかな、反省したってわけでもないと思うんだけど、ほうほうほう、うん、そう、歌詞がありまして、はい、で、それがすごい日本語的にもすごい綺麗なんですよ、うん、で、俺が一番好きなやつは、一途な思い、自由こぼしたとしても話すな手を犬や姫ごとっていう文なんだよね。なんか自由こぼしたっていうところで、あーってちゃんと反省してるしなかと思って、当時のね。で、その次の、うん、そうで、その次の強く抱きしめる、こんな美しい夜は二度とは来ないかもしれないからっていう、ほうのにちょっと感銘を受けちゃって、うん、で、かつね、これ歌詞もいいんだけど、トラックもすごいんだよ。そう、なるほどね。いい歌詞から外れたんだけど、うん、なんかマジで夜中2時ぐらいにわざわざ外出てタバコ吸いたいぐらいに。はあ、結構チル系、うん、チルだね。あ、チルなんだ。そうで、ね、他にもあるんですけどね。なるほどね。一途な思い、自由壊したとしても、うん、まあ、ちょっと歌詞見たんだけど、話すな手を、うん、犬には姫事の犬ってなんだろうね。警察のことかな。そう、ポリスメンのこと、うん、国家権力の犬ってことね。そう、うーん、で、他にも好きな歌詞あったりして、うん、時間は奪えど心は奪えないとか、はあはあ、そう、なんだろう、この人たちって、あの歌詞の一文一文がすごい綺麗なんだよ。うん、なんかすごい日本語を大事にしてるっていう、どの曲もそうなんだけど、うん、で、特に俺が好きなのはこの100ミリオンズのその歌詞ですよね。なるほど。うん、もうめっちゃ、うん、まあ悪いことをしてるはしてるけど、うん、曲は綺麗、マジで。まさかサラシからナメダルマが出てくるとちょっと思わなかったら、ちょっと意外なんだよな今。あ、全然聞く。へえー、なんかどうしよう、軽音のなんかあの曲でとか言われたらどうしようと思ってたけど、ナメダルマもどうしようだわまあおすすめ度はね、うん、そうだね、おすすめ度、うん、まあ俺個人的にはもうほんとおすすめしたいけど、うん、普通に PV とかでちょっと危ない、ああはいはいはい、あ、まあティーマ、うん、よく知ってるよね、ナメダルマたちは、そう、 M ファナとか映ってるから、うん、曲を聴くのはいいかもしれない。 PV はちょっとだけアウト、うん、ああ、意外だな結構。俺はね、一回聴いたらマジで離れないなと思った。だからめちゃくちゃおすすめです。もう結構その俺が前働いてた職場の同僚がナメダルマ好きで、うんうん、で、まあなんかやっぱね、人間的にもやっぱそっち寄りというか、うん、まあアウトロー系ではあったんだけど、もう趣味はハブで女をナンパすることって言ってたね、その人は浅いな浅いねまあそういう人が聞いてるっていう、いやでもどうだろうな、まあ一部だからね、一部とか一人だからね、うん、わかんない。俺もナメダルマちゃんと聞いたことないんだよね。まあでも聞いてみようかな。いいね、うん、いいっす、綺麗ですね。日本語の使い方がマジでいいです。あ、日本人だからね、やっぱり。そうそうそう、メロディー以外にもね、意識したいところはあるよね。ではパーセンテージで言ったら何パーセントのおすすめ度は、どうだろうな。まあ PV は 0% でしょ。そう、その話だと、ね、PV も PV で美しいんだよな。だ、結構さ、あの海外のアーティスト PV あるあるだけどさ、結構バイオレンスだよね、うん、海外の PV ってね。そうだね、なんか家庭 DV とかさ、なんか そういうの多くない？なんか多いね。そういう、まあそれが社会風刺なんだろうな、向こうの、うん。じゃあとりあえずトータルのおすすめ度で言っていい、うん、PV も曲も含め、うん、うーん、
65。ああ、まあまあ、うん、さっきの 2% に比べたらだいぶ高いで 2% が低すぎるんだよな本当に好きな歌詞なのかっていうぐらいめっちゃ悩んだけどね、銀杏の人間と悩んだんだよ。ああ、まあでも銀杏に勝つぐらい綺麗な日本語ということで、そうだ、ね、65%、 そうそう65。まあ銀杏の人間はちょっと汚い部分がいっぱいあるからな。ね、うん。まあというわけで。な感じで、そう、はい。私がおすすめするのはナメダルマの100ミリオンズでした。じゃあ皆さん聞いてみてください。僕も聞いてみます。はい。はい。はい。あ、皆さんで別にあなたたちじゃなくて。聞いてくれた人に今言ってるんで、なるほどね、聞いてみてください。ぜひ聞いてみてください。リスナーが紛れ込んでますね。そこのあなた、うん、聞いてみてください。リスナーいた、リスナーいた、やっと喋り出したと思ったらじゃあそんなワロシさん、はい、ね、はい、俺がおすすめしたい歌詞は、うん、まあ、おすすめというか好きな歌詞というか、おすすめというか好きな歌詞は、はい、エレファントカシマシの俺たちの明日なんだけど、うんうん、はい、うん、一番最初のあの、さあ頑張ろうぜ、お前は今日もどこかで器用にこの日々ときっと戦っていることだろうっていうことなんだけど、うんうん、これ俺めっちゃなんだろう、23歳ぐらいの時にこの言葉にすごい救われてて、うん、なんだろう、共感してくれてるプラス、うん、なんだろう、背中を押してくれるっていうところが本当にいいなって思ったのね。やっぱマジでその時はしんどい日々だったの、うん、あ、そうそう、あのちょうど社会人1年目になって、うん、すごいめっちゃ他の人よりも仕事が全然できなくて、うん、先輩からもめちゃくちゃ怒られてて、うん、本当にへこんでたんだけど、うん、まあ、でもやっと、ね、就活も決まって、うん、あ、仕事だし辞めらんないし、うん、いけれんねんなってところに、うん、でもやっぱりなんか仕事をやりって上司と戦っていかなきゃいけない、うん、まあ、戦っていくって表現あれなんだけど、うん、その落ち込むごとにトイレに行き、うん、このエレカシの俺たちの明日を聞き、うん、復活して、うん、また仕事に戻ってっていうのをマジで毎日行ってて、確かに曲の一番初めの一節だからスッて聞いて戻れるよね、うん、確かに一日5回ぐらい聞いたり、うん、トイレ行ったりとかもずっとしてたりとかっていう、なんかそういうなんか俺のなんだろう、その時をずっと支えてくれたバンドって感じで、エピソード込みでね、はい、そういう感じで、だからなんか、ね、だからその歌詞が好きですって感じ、うん、エレカシの、あ、結構簡潔だね。じゃ俺も結構ね、エレカシ好きでさ、うん、俺そう、ワロシと好きな歌詞のパート違うんだけど、俺ね、2番のエメロのね、10代憎しみと愛入り混じった目で世間を罵り、20代悲しみを知って目を背けたくって街をさまよい歩き、30代愛する人のためにこの命だってことに、あ、気づいたなっていう歌詞が俺はこの曲だと好きなんだよね。うん、うん、うん、なんかすごい大人向けの歌というかね。ああね、うん、まだ俺は30代になってないから、もしかしたら30代になったらそう気づくかもしれないけど、あ、でも10代20代ってそうだったなっていう気持ちになるな。うん、ほん、え、でもないっす、もうない、出てこないっす。じゃあ何、おすすめ、おすすめ度はみんなへの、おすすめ度、50% ぐらいじゃないなんか意外と低い、みんな低くない、なんか 70% 超えないの。なんか頑張ろうぜって言葉はなんか誰にでもなんか刺さる言葉じゃないし、いや、まあね、うん、まあまあ、ね、頑張れがしんどい時はあるよね、なんかね、うん、エレカシが言う頑張れだから、うん、いいとかあるか、そうだね、誰が、うん、でもなんかね、うん、ちょっと暑苦しいとかもあって、うん、あるって思う人もいると思うけど、俺はなんかこれで背中を押された事実があるので、うん、俺は本当に好きって感じ。ハーフハーフで50と、ね、はい、じゃあ我々さんはエレファントカシマシの俺たちの明日、はい、じゃあ皆さん聞いたことない人は聞いてみてください、はい、
じゃあ次は小川さんですけど、はい、僕、いや俺もね、すごい俺歌詞大好きだからもうめちゃくちゃ迷ったのよ、うん、もう歌詞オタクまであるかもしんない俺は。昔その椎名林檎のさ、あ違う、あ椎名林檎かの丸の内サディスティックあるじゃん、うん、あの歌詞を人に解説とかしてたもんね、この歌詞はこうでみたいなっていうぐらい俺結構歌詞オタ歌詞オタクなんだけど俺。まあでもよく話すよね、うん、ここの歌詞がいいんだって話はよくされてますよね。そうそうそう、でまあそう選んだのはまあドレスコーズというバンドのね、はいはい、いやこれも迷ったんだよ、中でもすごい迷ったんだけど、昨日ちょっとその仕事をしてて、ちょっとドレスコーズ好きな人が数人いて、でまあ何のアルバムが好きかみたいな話でこう盛り上がってて、でまあ久々に聞いて、うん、あやっぱこの歌詞いいなって思ったのが、スーパースーパーサットっていう曲があるんですけれども、はいはい、それの、2番の A メロですね、歌には2つあって、それは僕も知らない歌と、ただただ君との日々を思い出すためだけの歌っていう一節が非常に僕好みですね、うん、はいなんか なんて言うんだろう、なんかこのさあ、いや歌ってさ、まあ、ジャンル分けすごいいっぱいされるじゃん、まあ、ロック、パンク、ポップ、ファンクとかさ、まあ、ヒップホップ、うん、まあいろいろメタルとかいろいろあるけどさ、その中でこの人って二分化したんだよね、歌っていうものを、うんうん、でこのように歌って二つしかなくて、それは未だ僕が聞いたことない歌と、そのまあ別れの歌なんだけど、これはただただ君との日々を思い出すためだけの歌だから、その思い出に残ってる歌だよね、その二人の日々の、うん、こんだけ綺麗に書き上げるかこの人はって思ってます。あれ、あんまあんまり あんまり響いてないかもしれないな。いや違う違う、うん、俺もねスーパースーパーサッツ結構好きなんだけどさ、うん、あの違うところが好きかもしれない。あらどこ。僕にはすべて、君には最後、あ僕にはすべて、君の卒業は。いや、そう、そこもいい。いや、全部いいんだよ、だから、うん、言うたらね。そうそうそう。うん、いや、そこもいいよな。で、次のほどけないくせに忘れてなんてできるはずないけどって。いやー、綺麗。でも好きなんだよね。そう、綺麗なんだよね、結局。詩的だよね。うん。そうね。で、究極言うんだったら、もうドレスコース全部いいですよとは言いたい。あうん、でもあえて選ぶんだったらまあちょっと昨日聞いたタイミングってのもあって、まあスーパースーパーサットのその2番の A メロかなっていうところですね、僕は。なるほどね、はい、というわけで小川からおすすめ度、あおすすめ度、まあ85ぐらいかな、うん、ドレスコーズ結構ねいや結構ドレスコーズはね好き嫌い分かれるんだよ。あ、まあそう、うん、まあ結構声も特徴的だしね、うん、うん、でも歌詞好きの人はぜひとも聞いてほしいな、っていうかうち聞いてる人は多分ドレスコーツ好きな人多いと思うけど多分ね、うん、うんうん、そうね、はい、というわけでスーパースーパーサトでした、僕からは。で俺さ今ドレスコーズの歌詞をこうバッて今開いててさ、一覧を見てたんだよ、うん、俺とんでもないことに気づいて、あのドレスコーズの曲にね、愛さなくなるまでは愛してるって曲があったんですけど、マジ。いやあのね、俺も聴いてたはずなんだよ、うん、でこれタイトルが愛さなくなるまでは愛してる、かっこ発売は水曜日っていうタイトルで、ね、発売は水曜日は覚えてたんだよね俺、うん、愛さなくなるまでは愛してるだったっけって思って、まさか2015年の曲なんですけど、ちょっとやってしまいましたねこれは。2015、はい、あの新生とかモアとかオーディションが入ってるアルバムかな。あー多分俺そこら辺まだ通ってないかもしれないわ。あ本当、うん、ウェンステー浮き足立て待ちわびたみたいな曲なんだけど、2015年ぐらい、そう
まあまあまあ、でも歌詞の感じと行動進化は全然違うんで、まあいいです、いいよね。うん、うん、一回締めかな。まあそうですね、こんな感じで、はい、今回の、まあ、テーマとしては、メンバーの好きな歌詞という感じで話をしましたけども、皆さんどうでしたか。面白かったです。面白かったです。面白かったです。小学生並みの感想この人たち喋り慣れてなさすぎてね。えまあ俺もそうなんだけど、なんかあれだね、もう少しなんか円滑に喋れるようになったらいいね、みんなでね。緊張はした、みんな。はい、いや、あんまり。あ、うん、まあまあ、あ、なんかおのおのやっぱやってみたらいいね。そうね、配信をね、インライン頑張ります、うん、ちゃんとシラフでできるようになろう。まあもしその、まあ、俺はちょいちょいたまにちょいちょいやってるけど、他の人の見たいって人がいたらなんかコメント、うん、とか DM とか送ればやると思うんで、みんなお願いします。お願いします。ということで一旦締めます。あ、はい、9月2日新宿マーブル、おそらく撮ってから1週間以内にはあげると思う、おそらくね。はい、はい、9月2日新宿マーブル、はい、対バンは誰ですか、オラシさん。アリカと、はい、俺のターン終わりです。はい、嘘でしょ。はい、はい、石さん対バン誰ですか。ホーガンズ。言おうとしたやつだ。アイサレスさん。チューベロスさんですかね。対バン、対対バン？されますね、確かに。はい、これ一番つまんなかったわ。いや、あのちゃんと、はい、大丈夫です。9月2日新宿マーブル、ね、はい、マーブルですね。あとスピリットセブンティーンセブンっていう、まあ結構大先輩、まあ僕個人的ですけどね、大先輩のバンドと、あとあ、やばい、ちょっと名前出なくなった、以前スニーキーナッツってバンドをやってた、ケミカルリアクション、あ、ケミカルリアクションじゃなくて、ね、違う方なんだよな、ちょっと待ってね、レオ・ワンダー、あ、違う、ザ・ラプトルズ、あ、そうそう、ラプトルズ、ラプトルズが以前スニーキーナッツってバンドやってた、あのボーカルの人が新しく組んだバンド。あ、そうなんだ。はい、なんで、まあ、まあ来たことない人は分かんないかもしれないけど、まあ、結構僕が働いてる箱付近の人もチラチラと出てるのでね、ぜひとも遊びに来てください。というわけで、はい、こんな感じで大丈夫ですか。こんな感じで OK です。あと一応8月30日もライブあります。8月30日までに上がってるかは分かりません。なるほど。じゃあそんな感じで締めますので、はい、何か言い残したことないですか。心残りはなさそうですね。はい。じゃあ第一回こんな、なんかヌルヌルした感じになったけど、まあ反響が良ければ2回3回とやっていくので、これからもよろしくお願いします。お願いします。お願いします。いい、チューベローズ座談会でした。ありがとうございました。ありがとうございました。